本全国そして世界へ翼を広げていきたい女子の魅力が最大限に詰まったパフォーマンスをするパフォーマンスをお届けするガールズグループとなっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは自己紹介に行きたいと思います。ルナちゃん。はい、九州女子翼のニューフェイス、この間の3月17日にデビューしました福岡県在住17歳の鈴鹿ルナです。よろしくお願いします。はい、長崎県出身19歳のシェリーです。皆さんシェリーで覚えてください。よろしくお願いします。はい、山口県出身背は小さいけど夢は大きい15歳桃田愛理です。よろしくお願いします。はい、アイドル大好き動物大好き福岡県の18歳新海かなえです。よろしくお願いします。はい、山口県出身19歳のミクです。よろしくお願いします。はい、今日はルナちゃんのお披露目イベントということで、はい、ルナちゃんのことをまだ知らない方がたくさんいると思うので、うん、今日はルナちゃんの生い立ちを聞いていきたいと思います。知らない人がいっぱいいると思うんですよ、私のこと。うんうん、じゃあまあ生い立ちをね、紹介したいと思います。真ん中する、真ん中する。真ん中ですか、うん、ありがとうございます。皆さん、メモは大丈夫ですか？メモ。メモ。いいですか？ OK。じゃあ私、鈴鹿ルナは、2000年12月19日に山口県の周南市という、お、山口県、山口県、こっち半分が山口県になりました。田舎の山と海とコンビナート、コンビナート、コンビナート、田舎で生まれ育ちました。15歳まではずっと山口県にいて、結構長いね。そうなんですよ。高校に上がってから、あのつい2年前ぐらいに福岡に、初めてバリバリ山口県って感じよね。そうなんですよ。まだ山口の田舎娘です。一緒よ。よくみんな田舎に生まれた。確かにね。で、小学校の頃は、あの田んぼとか川とかで遊んでて、よくイモリを取って遊んでました。イモリ？イモリと友達なんです。イモリちゃん、すごいね。なんか大丈夫？友達大丈夫いる？います、います。いる？よかった。イモリも、もう友達も、よかったです。生物、生き物大丈夫なの？生き物大丈夫でしたけど、今も絶対触れない。ああ、なるよね、だんだん。なんであんなに触れてたのかが分かんないぐらい。確かに、確かに。なんかメダカとかね、トンボとか取って遊ぶようなわんぱくな子で、小学校の頃はずっと剣道と水泳とエアロビクスを習って、めちゃめちゃ習ってるじゃん。すごい。本当に週のうちの日曜日しか何も習い事がない日がないぐらいずっと習い事ばっかりしてて、すごいハートだね。そうなんですよ。で、中学校ぐらいからは生け花を少しやって、生け花すごい。初めて聞いたんだけど、姉さん言ってない、言ってない、聞いたけど、言ってないです、言ってないです。いけばなして、で高校では茶道部に入りました。うわ、茶道部、なんかすごい女子力系が。そうなんですよ。ちょっと日本のね、心を極めようと。すごい。はい。で、そうですね、去年じゃない、今年の1月、今年の1月くらいに、ここのタワーレコードに、偶然かなえちゃんの追っかけで、ファンとして、その九州女子翼を見に来て、そこで初めて女子翼を見たんです。おー、じゃあさ、一人一人さ、4人のさ、なんか印象みたいなやつ聞きたい。聞きたいね。聞きたい。初めて見たとき。第一印象、今の印象。じゃあ、まずシエリちゃんから。これ緊張するね。緊張するよ。第一印象は、あまり覚えてない。かなえちゃんしか見てなかったんでしょ、本当に、かなえちゃんしか見えてなかった。でもなんか背が高いなっていうのは思いました。同じぐらいだよね。負けてません。あんまり、いや、なんで競い合わせた身長いいけん。でも、背が高いなと思って、今はなんか、なんかいろいろね、お母さんとか、お姉ちゃんとか、お母さんとかね、まあ一番なんか仲いいのかな。よくなんか夏いいですね。お世話になってます。お姉ちゃん的存在。自分は
そのルナちゃんが入ってからなんか今までより喋るようになったかなって。確かにすごいもんね、稽古の時とかね、本当にすごい CD CD だしっかりしとるのがなんかさらに発揮されたよね。うん、ちょっとお母さん、そうすごい。おお、じゃあ次はかなえちゃん。はい、かなえちゃんはもう最初からずっと推しです。私の推し、もうありがとうございます。かなえちゃんのブロマイドとかも持ってますから。恥ずかしい。今はなんかすごい天然だなっていう。天然、なんかちょっと変わっちゃってる子みたいな。天って言われるね、よく。天然だね、変わってるなっていう風に。まあでも今も変わらず推しですね。 ありがとう。一番最初あのツイッターに初めていいねをしてくれたんですよ、このメンバーの中で。初めて、嘘。ミック下手いんですよ、英語サーチ、ね、あれ英語サーチ、下手いんです。そうなんですよ。その日あの山口から帰ってくる途中でどうしても女子を組に行きたかったけど行けないなっていう風にツイートしたら、それをミックちゃんがいいねしてくれたんですよ。で、もういいねしてくれた人っていう風に。いいねしてくれた人。ミックのイメージいいねしてくれた。ありがとう、よかった。その後なんかもうなんかすごいとんでもない美女だなと思って、ね。とんでもないとんでもない美女だなと思いました。もう目が飛び出るかと思いました。いや、こちらこそですよ。飛び出るよ。まあ今はなんかこう優しくも厳しくもいい先輩みたいな感じですね。らしいですよ、皆さん。ほら、もう一気にカメラが向いたよ。なんか本当になんかお世話になってますっていう感じで。本当に、本当です。そんな人ないよ。たまにやっぱ抜けてるところがあって、それがまたいいなって思います。ちゃんとできないんだよね。 100% はできない。そう、残りの 1% がね。そうだ、惜しい。大丈夫。 OK。 アリは、アリちゃんがダンスキリヤバって思います。ありがとう、すごいと思って。嬉しい。で、なんか以前会ってみたらちっちゃいと思って。ちっちゃいよ、でももう本当に150センチぐらいですね。もうちょうど10センチ差ぐらいですね。そこにあるの？60なんで。今日アリちゃん、それこれで持ってるの？って言われるかも。アイリちゃんのダンスは首が取れるんじゃないかと思って。腕も足も持ってそう。心配されるもんな。アイリちゃん本当に首折れてないみたいな言われて。折れてないから大丈夫、本当に。全然。そう、ということでね。ありがとう。ということで、何違った？どこまで話してた？今。ちょっと出会って。出会って。そんな風にね、みんなのこと思いました。で、あの物販に並んで、かなえちゃんとチェキを取って、かなえちゃんにサインしてもらって、かなえちゃんに定期公演誘われました。これはもう行くしかないと思って、定期公演第一編に見に行ったんですよ。間違えました。その前に、かなえちゃんに定期公演誘われて、で、その後、さあ帰ろうかなっていう風にしてて、ちょうどこう帰ろうとしてたところで、あの辺りに社長がいらっしゃって、社長に声をかけていただいて、で、なんかステージに立ったりするのはどうですかみたいな感じ で、なんかアイドルとか興味ないですかとか、なんかすごいいろいろちょっとお話しさせていただいて、それからずっといろ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 ずっと迷ってて、で、あの定期公演を見に行って、で、あのその女子力のパフォーマンスを見て、もうこのグループに入りたいなっていう風にそこで思って、もう自分の気持ちがその定期公演で固まって、そこでお返事をさせていただきました。おー、そうね。で、それで定期公演の時に言って、自主役の新メンバーになりますってなった時のなんか気持ちとか何かありますか？どうなんでしょう。なんか今までこう、もう私そっち側で見てたんですよ、客席側で見てて、なんかわー、みんなすごいな、ダンスうまいな、かわいいなとか、そんな感じで見てたんですけど、今立ってるからなんかちょっと不思議な気持ちはあるんですけど、まあ、今4回目のライブかな。4回目だね、本当。そうですね。だからやっぱり物販とかあっても、みんな自分も並びたいなって自分も並びたい。今日もね、ブロマイド買って、またね、みんなにサインしてもらって、そのまま持って帰って眺めてニヤニヤしたいなとか思ってます。事務所帰ってサインしますね。サインしましょう。あ、嬉しい。で、それで、女子力になり、この5人がね、九州女子力のメンバーになりね、今この新体制として5人でね、5人で活動させてもらってます。これからもっともっと大きな夢を皆さんと、そして私たち九州女子力5人で大きくなっていきたいと思っています。皆さん、九州女子力の応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。
聞いてください。 Maybe Darling。「ほうとうがないしょうどに警告のら」
Thank you.
けつけてくれると嬉しいです。そしてその主催ライブの後に定期公演第4編が同じスカラエスパシオさんにて行われます。これはですね、初のファッションショーもありますし、はい、撮影席もね、一番前の列が撮影席になってますので。そうなんですよ、はい、これまでにない、ね、特別バージョンです。はい、はい、これまでにない定期公演になると思うので、ぜひ皆さんこちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして私たち九州受賞区は4月の1日に東京アイドルフェスティバルの出場をかけた決勝戦に出場します。この TIFF に出て、もっともっと大きなステージに出て、もっと大きくなるグループになっていきたいと思っています。そのために皆さんのお力をお借りしたいと思っています。私たち5人で最高のパフォーマンスをすることを約束するので、皆さんぜひビートステーション